コリココガウフは、アメリカ合衆国、ジョージア州アトランタ出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス2勝、ダブルス3勝を挙げている。身長176センチメートル、右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。本名はコリだが、父親であり、コーチのコーリーと同じ発音であるため、愛称のコココが多く使われる。史上最年少で、 ウィンブルドン選手権の予選からの本戦入りした。ガウフはジョージア州アトランタで生まれ育った。4歳の時に見た2009年、全豪オープン女子シングルス決勝でテニスに興味を持ち始め、7歳から本格的にテニスを始めた。その後テニスの環境が整っているフロリダ州デルレイビーチに移住。父親のコーリーはジョージア大学でバスケットボール選手。 母親のキャンディはフロリダ大学で陸上選手で、コーリーは2019年現在もコリのヘッドコーチを務めている。2018年10月にニューバランスとスポンサー契約を締結した。また、2019年3月にはイタリア最大の食品会社であるバリラともスポンサー契約を締結した。2018年5月、フロリダ州オスプレイで行われた。 ITF 女子サーキット2.5万ドルの大会で ITF デビューし同大会でプロ初勝利2018年全仏オープンジュニアのシングルスの決勝でキャティ・マクナリーを2から1で破り史上2番目の若さ14歳でジュニアグランドスラム初優勝2018年全米オープンジュニアのダブルスではキャティ・マクナリーとペアを組み決勝でヘイリー・バプティスト ダレーナ・ヒューイットペアを破り優勝。2018年オレンジボールの18歳以下の部で優勝。2019年2月、サプライズで行われた ITF2.5 万ドルの大会のダブルスでページー・フーリガンとペアを組み、ITF 初優勝。3月のマイアミオープンで WTA デビューを果たし、1回戦のケイティ・マクナリーを破り初勝利もした。7月には、 ウィンブルドンのシングルス予選で3連勝し、ウィンブルドンではオープンカゴ史上最年少となる15歳3ヶ月で予選から本戦入りを果たした。1回戦のビーナス・ウィリアムズをストレートで破る金星を上げグランドスラム初白星。その後も勝ち、4回戦まで進んだ。4回戦ではシモナ・ハレプ相手に敗れた。この活躍により一躍注目は勝手選手となった。 シティオープンでは、シングルスは予選2試合を勝ち上がったが、本戦1回戦でザリナディアスに敗れた。一方ダブルスでは、2018年、全米オープンジュニアで優勝した時のパートナーである、キャティ・マクナリーとペアを組み、ワイルドカードで出場。勝ち進み、決勝では、ファニー、ストラー、マリア・サンチェス組を6から2、6から2で下して、WTA 初優勝を飾った。 全米オープンはワイルドカードで出場し、同大会初主力星を挙げた。3回戦で前年覇者の大阪直美に敗れた。ラッキー、ルーザーとして出場したオーストリアレディスリンツでは第1シードのキキベルテンスラを下して初の決勝進出。決勝でエレナオスタベンコに6から3、1から6、6から2で勝利し、15歳にしてツアー初優勝を果たした。 2004年以降で最年少の WTA 大会発射となった。大会終了後の世界ランキングで71位になり、トップ100入りを果たした。BGL ルクセンブルクオープンでダブルス2勝目を挙げた。初出場の全豪オープンでは3回戦で、前年優勝の大阪直美を破り、4回戦まで進出した。4回戦で本大会優勝したソフィア・ケニンに7から6。 3から6、0から6で敗れた。ダブルスではベスト8に進出した。その後、新型コロナウイルス感染症の流行で3月より、ツアーが中断。2月24日付のランキングで49位になり、トップ50入りした。15歳の選手がトップ50に入ったのは、セシルカラタンチェは以来15年ぶりのことであった。再開後のトップシードオープンでベスト4入り。 全仏オープンに初出場初勝利。アデレード国際でベスト4入り。BNL イタリア国際でもベスト4。続くエミリア・ロマーニャオープンでは、決勝でワンチャンを下し、大会の初代女王となった。また、ダブルスでも優勝し、単ク2冠となった。全仏オープンではベスト8に進出し、東京五輪代表内定も決めた。ウィンブルドン選手権は4回戦進出。 東京オリンピックは、新型コロナウイルス感染症検査で陽性になった、ため、欠場することになった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。